前回のボンボンクラフト、夏の思い出といえばやはりカブトムシなんですよ。実家にカブトムシ小屋というものを作ってしまったんですよ。カブトムシガチ勢ですよ。ガチ勢だね。いやこれはすごい本当に。皆さんこんにちは、始まりましたボンボンクラフト。イエーイ。お相手はせーのじゃじゃーん、じゃじゃん菊池と、そしてどうもアキです。よろしくお願いします。お願いします。さあ今回、はい、ボンボンクラスももうアキさんと一緒に6回目となります。6回目ね、いろいろ作ってきましたけども、はい、前回ボンボンクラスではカブトムシ、夏に向けて作りました。そうですね、はい、もうカブトムシ作ったらね、クワガタをそうです作らないわけにはいかないでしょうと。そうですそうです、いい感じのいい具合の大きさにしましょう。はいいい勝負するみたいな。いい勝負、カブトムシといい勝負をするクワガタを作りましょう。いきましょう。はい、はい、今ねカブトムシのこの上から見下ろしている感じで、はい、だからこの先にアキさんいる方に、はい、クワガタを作っていきたいと思います。わかりました。はい、はい、実際クワガタと戦うとやっぱカブトムシバリ強のイメージ。バリ強のイメージです、ね、バリ強だよねこれ。木とかで、はい、実際のところで戦わすとね。だから今回大クワガタを作ろうと。あ、大クワガタ、あ、いいですね、はい、クワガタにもいろいろ種類があるけども、ちょっと小クワガタとかではカブトムシに勝てないんでね。勝てない、勝てない、はい、もう挟んでも全然びくともしないから。で、体にもうそのまま目があるんですよね、はい、クワガタは。よく見ると、はい、カブトムシとクワガタってもう作り全然違うね。全然違いますね。目の位置とかがさ、はい、全く違うから。全く違う、なんか同じ感じに思ってますけど、うん、で、カブトムシより全然平たい。平たいですね、はい、平べったい。田舎って本当の結構な田舎なんですか。本当に僕はですね、東西南北のうち北以外最近まで全部田んぼでした、うん、ああそういう結構ガチ田舎っす。はい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 。コンビニとかあるんですか。コンビニはでも最近できました。でもまあ200-300m、もっと離れて 500m ぐらい離れてるところに。 あでも全然全然そうなの。学校どうでした、どんぐらいの大きさでした。学校はすごい大きくて、小学校は全校生徒多分500人か600人くらい。やばくないそれ。いるところでしたね。超でっかい、マンモス校じゃん。マンモス校でした。何クラスありました。1クラス多分40人の3クラスとかじゃないですか。でかいでかい。で 120×120 ちょっと30何人とかで、うんうん、多分1学年100人ぐらいだったと思います、うん、電車使ってました。いっぱい電車は、一応通学は高校の時とか電車だったんですけど、うん、1時間にもう1本2本の世界です。あ、そうなんですか。東京に来た時のカルチャーショックがそれでした。はい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 。早いっすよね。早い、電車逃したってなるじゃないですか、うんうんうん、え、また来るんかいみたいな。わかるわかる。いやなんかそのさ、この時間に行かないと間に合わないっていう感じじゃないんだよね、はい、だいたいこの時間に行けば電車絶対来るしっていう、うん、今でもそうだもんな。だから都会の人って意外とそこちゃんとしてて、はい、何分に出ようっていう風に話になるんですよ。一緒に友達とかで行くと、はい、別に何分でも良くないみたいなんだけど、それに乗ると要は何分に正確に着くからっていうような計算をね、はいはいはい、のを聞いてすごくその違いを感じたな。なるほど。車両とか何車両でした。まあ大体1から3ですね。 あ1あるんだ。全然1ありました。へえ。満員電車になるの。ならないっすね。ならないんだ。東京の人って満員電車の乗り方がうまいですよね。あ、あの詰め込まれ方、うん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 、ちょっと混んだらなんか満員っぽくなるんですけど、全然空いてるんですよ田舎の電車事情は。あ、はい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 。お、足が難しいな。やばい、足が難しい。足はちなみにこの2番目のとこから生えてくるっていう一応ルール的にはね。2番目のとこから、あ、全部がですか。そうそうそう。あ、そういうことか。胸の部分から生えてるんだよってこと。理科の勉強です。へえ。これはへえ。3つに分かれてます、昆虫は、はい、頭、胴、お腹っていう、はい、全部胴から生えてきてるんだよね、確か。そうっすよね、見た感じ。うん。そしてはい、ということでクワガタが完成しました。イエーイ。一応大クワガタ作りました、うん、それでは早速見ていきましょう。今回はね、上からのアングルで、そうですね、ご紹介したいと思います、はい、それではいきます。こちらです、じゃじゃーん。はい、できた。はい。ちょっと可愛いよね、なんかね。でももう本当にクワガタですよね。誰が100人見ても100人クワガタです。クワガタと言ってくれるでしょう、これは、はい。
やっぱね、このね、カブトムシとか見る、いつも僕らが見てる視点がやっぱこの角度だよ。そうなんですよ、上から、ね、上からなんですよね、真横からはあんま見ないんでね、うん、こういう紹介となりました。ちょっと細部もいきましょうか。触覚とかのね、表現がなかなか難しかった、うん、難しかった、ここには柵をね、柵を結構長いから、クワガタの触覚は、うん、柵を用いました。口も柵でそうですね、はい、口はあれ、パカパカ開く方の柵ですねそうです、そうです。ちょっと横からカブトムシとクワガタの戦い見ますか。戦いの感じ見ましょう。ほら、おー、いいですね、いいですね、ほら、おー、いい、これ、なかなかこれはいいな、こういう遊びをやってたんだよな、それが今やデジタルになりましたね。まあ今の子たちもね、多分撮ったりしてると思うんですけど、はい、うん、懐かしいとか、懐かしいですね、思い出す部分もあるんじゃないかと思います、うんうん、ということで今回は秋ゲーム TV の秋さんとね、やってきましたけども、もうこれで一段落最後になります。そうですね、なんか感想などありますか。いやもう楽しかったですね、その一言につきます。本当にありがとうございます。いろいろ思い出した部分も、はい、ね、あって、いろいろ作りましたね、はい、ちょっと想像力豊かになった気がしますスポーツカーから、はい、ピッチャー、ピッチャー、そして最後クワガタカブトムシと、はい、作ってきましたね。本当に懐かしいんだけどね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、今回はここまでとなります。こちらの動画が良かったと思う方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もお願いいたします。ということで、アキゲーム TV のアキさんと一緒にカブトムシとクワガタを作りました。次回もまたご覧ください。それではさよなら、さよなら、アディオス。